皆さんこんにちは、こんばんは、ロッキーです。今回は仁王続きをプレイしていきたいと思います。前回があれだったよね、確か、コウモリ女を倒したところで、今回が、そう、なんかね、サブイベントをやったんだよね、確かね。配信してない時に。お、イブラさん、こんばんはです。続きをやっていきたいと思います。あー、すんげえタンが詰まってる。失礼。そう、サブイベントみたいなの2つあったんで、それだけ終わらしました。今、仕事か、頑張っ、ん?仕事。と頑張った、頑張れ、頑張る、イブラちゃん。おお、ファファファのファー、ハマちゃん、こんばんは。続き、そう、サブイベントを終わらして、メインはコウモリのボスを倒したんだよね。おお、さくやちゃんもいつもありがとう、こんばんは。服部半蔵、メインミッションやっていきたいと思います。武器はトンファー。いやー、ちょっとね、あのコウモリのボスにめっちゃ時間がかかったからね、ちょっとそこが怖いよね。どんなやつが出てくるか。よういらした、半蔵殿。犬がいる。早速じゃが、鬼が出て、うちの殿は太宰府より戻ってこぬのです。腕が足りぬか、八千子殿のところに寄っておるかも分かりませんが。あ、俺裸なんだね。一体どちらかの。お、マチタヨちゃん、こんばんは。ウサギがいたね。おお、急に始まった。仁王続きをプレイしていきたいと思います。裸でしょ、しかも雨に滴ってる。これ普通に行っていいのかな。ぱっと見はこっちはいけないね。敵が前に。やっちゃっていいのかな、これ。待ってろよ、早く帰ってこれを届けてやるからな。死んでんじゃねえかよ。これを届けてやる。おお、これがあるね。今日七夕か、すっかり忘れてた。ハマちゃん、何のお願いをしたんだい。だいたいね、仕事場ではこんな感じだから。もしあれじゃん、こんな感じで仕事してるから。あ、やばい。あ、やっぱトンファーはいいですね。いいのかな、一本道かな。意外と談笑してるね、ここで。普通の人間しかいないね。行って。ね、まあ願うだけ無駄さ、紙に書いて願う。願いを叶えてくるほど世の中甘くない。夢を見なくなった大人はそういうことを言ってしまうのかい。あ、だいたいこんな感じだよ。
仕事場ではもう雨も滴ってるから。でもこの間土砂降りになった時はね、あのタンクトップ1枚だったね。あー、あれ鬼がいるね絶対。どうする？ん？あっちにもあるんだね。いけるかな。これ超強いんだよねこの鬼。あれ？ちょっと強くなったか俺。すぐ死ぬゲーム。あ、そうそうそう、なんか召喚獣みたいなのの竜を手に入れたんだよね。鬼はあなたの近くにいるかもしれない。土砂降りでタンクトップ1枚。元気でよろしいって思うでしょ。そのせいで若干風邪みたいなのを引いたんだから。鬼はあなたの近くにいるかもしれません。どういうこと？浜ちゃん調べる。お、いるね。可愛らしい茶碗小僧、生きて帰るんだ。あそこにもなんかあるね。まあ木登りは得意だからね。おお、ヒモロギの木。ヒモロギの木ってなんだっけ。確か帰れるやつかな。あ、こっちにも。元気ちゃう。結婚したらそういう理論、鬼嫁ってやつ。え、でもまあそう言うてもね、幸せだからいいんじゃないのかな、家に誰かがいる。そう、あんまりね調子乗ってたらね、すぐ風じゃないんだけどね、なんか多分寝不足だと思うんだけど、体調がめっちゃ悪かったんだよね。え、ここは俺も行けるパターンのやつ？ここ。え、浜ちゃん刺して。そしてこの実況の時間で刺して。浜ちゃん皆まで言わないけど、浜ちゃんも素敵な女性に出会えることを願っております。やばい。わかった、弁護。そんな言うから背中から切られる。本当のやつだったじゃねえか、弁護が。やばい、泣きそうになってきたな、なんか。OK。 あとは？どっちから行けばいいんだろう。右に行っていいのか。まっすぐはいけないから右に進むしかないんだね。ない？まだでも浜ちゃん若いでしょ。あるある、俺もうに
16とかそんぐらいからもう出会いがね、本当エスカレーターみたいにバーってあったからね。その末路である。あお、ハンカチありがとう、もちとよちゃん。え、これ降りれんのかな。倒したってことは降りれるってことだよね。まあいいや、ちょっと一回補充して、補充じゃねえ、保留か。結局ね、人間中身って言うでしょう。でも本当にわかる。多分俺も20代前半とかの時はね、やっぱはー、顔的なのをね、やっぱね、男ってそういう生き物だから、こう自慢したいわけじゃないけど、だけど結局ね、一緒にいて楽しいかどうかだね。あのね、年齢は一応非公開にしてるんだけど、20代25ぐらいまではね、結構来てたね、涙、もちろんじゃん。結局は顔ですよ。まあ、最初はね、若い時はそうだった。まあでも、ある程度やっぱタイプとかはあるよね。なんだかんだ言って。自分のこう好みのタイプみたいなのはあるよね。見えておったぞ。お、なん、くるくる回すようになったね、トンファーを。アマちゃん、俺はイケメンだから20年間悲しめないよ。ん？矛盾。違うね。気づいてないんだ、魅力を。ハマちゃん、女性が出会った、いや、イケメンではないんだけどね、もしよじゃん。なんかね、多分ほう、右上のおじさんみたいな顔してるよ。ほう、どういうことなのか全く分かってないけど、声だけ聞いてたらかっこいいよ。声だけはね、なんぼでも。てか大体の人って、まあ、男性って声が低いからね、まあ、イメージ大事だよね。おー、シープありがとう、こんばんは。あーまちゃん、挨拶ありがとうよ、助かるぜ。続きをやっております。いや、もうすこぶるジジイだから、もしとじゃあ、ただね、ツイッターに昔載せてたけど、ツイッターのあれがなければ、雰囲気だけはこんな感じだよっていうのは、この YouTube のどっかに、どっかのサムネになってるから、まあ暇な時よければ。仕事中に撮られた一枚みたいなのがサムネになってるやつがあるからね。これどこだ、こっちを開通させればいいのか。ごめんね、ちょっとぐるぐるして。シープもありがとう、お仕事かな。こっちに行けたら一番いいんだけどね。結局何だったんだろう、ここ元に戻ってきた。ダンディーダンディーなのか分かんないけど、今日はペロさん、あ、ペロはね、多分もしかしたら寝てるかもしれない。藤子ちゃんは来れるか分かんない。
だから挨拶助かる浜ちゃんありがとうよ。ロッキーさんイケメンですよね。いや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 、点でですよ。ほんとね、ボロ雑巾の中にさらに腐った牛乳みたいな感じの顔をしてる。これ入るのかな。なんかちょっと分かりやすそうで分かりにくいね。なんか食ってる。ガジロウ、ガジ、シキジロウを狩るもの。おお、浜ちゃん助かるぜ。ぜひぜひやってみようぜ。いないとき助けてもらうのがね一番ありがたい。あの二人も助かると思う。いやーこれちょっと敵が強いかなと思ったけど、藤山さんモテそう。唐突、どうなんだろう、モテるんじゃないかな。目がパッチリしてるしね。鬼がいる。初テイキだね浜ちゃん。いって、ちょっと待って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 、やばいやばいやばい、いった、ちょっとすぐ調子に乗る。あ、やばいぞ、こんなやつが普通にあと2体ぐらいいたぞ、あっちに。ちょ、セーブポイントが早く欲しい。そう、最初ねモデいないときね、そういうやってくれる人がいてね、すんげえ助かったんだよね。なんか大人の女性って感じの魅力あります。倍の真逆。そう、まあまあそうってあんまりね絡んでないからあれだけど、そんな感じはしないけどね。もちろんじゃん、子供っぽいってイメージはないけど、まあでもすぐにあれじゃない、いくつぐらいとかそういうのは詮索はしないけど、まあ すぐこう大人の魅力ってなかなか簡単には出ないんじゃないかな。だから憧れるんじゃない。おお、テイキありがとう、浜ちゃん。ご視聴ありがとう。誠にありがとうございます。今日は見ようプレイしております。ネタバレ禁止でみんな楽しくやっていこうぜ。ありがとう、浜ちゃん。ぜひ、よろしくお願いいたします。助かるぜ、本当に。そうだからね、俺絶対モデレーターできないと思うもん、本当に。絵文字多めにしてみた。ああ全然いいよ、なんか可愛らしい。ただこうあの2人がやってるのってこうその分だけじゃなくて、こういろいろ考えてやってくれてるから、俺絶対できねえなって思うもんね。でも、おお、一つ目小僧がいる。おお、衝撃的なんだけど。要するに小学生。確かに見た目と精神年齢だったら。
おお、IQ さんこんばんは。続きをやっております。みんな違ってみんないい、そう、それぞれのやり方があって、そ、なんかこう助けてもらって本当にありがたい。ハマちゃんありがとうね。せいちゃんもありがとうよ。一緒に、じゃあ俺も大人な色気がある男になりたいから、大人の魅力勉強しようぜ。もちろん、じゃあ一緒に。ハマちゃんもありがとう。続きをプレイしております。そう、コウモリのボスを倒した後、あれちょっと強くなったね俺ね。サブイベントみたいなのがあって、それをやったんですよね。ちょっとだけ、だから前より、それでやった時になんか竜みたいなのが手に入ったんですよね。こう召喚獣、今の牛じゃなくて、こいつだってあれでしょう、あいつになるでしょう。あ、なる前に倒せば大丈夫ってことか。中2なのに身長ちっちゃいなと、童顔で小学生に。中2の時はそりゃそうでしょう。だって俺も中2の時って調子ぶっこいてたけど、なんていうのかな、その時の写真とかあるけど、その時は大人っぽいなって思った、まあ服装ではないな、まあなんか大人っぽいことしようみたいな思ってたけど、全然子供だったもんね。今見たら、写真だけじゃないけど。童顔っていいのか悪いのか。いやでも大人になってからいいと思うよ。子供の時はわかんないけど、子供の時にわかんないけど、大人になってからこう、年を経て思うんじゃないかな。大人の魅力を勉強しましょう。もしおちゃん、その通りだね。おお、ひろまかさんこんばんは。はじめましてかな。頑張れ頑張る。一回死んだけどね、これで道が開通したね。あ、マイケさんも助かります、ありがとうございます。そう、この雨で思い出したけど、大丈夫かな、みんな住んでるところは大丈夫、結構浸水してるところとかがあるみたいだけど。お友達とか大丈夫かな。お、ハマちゃんありがとう。へいらっしゃい、行ければゆっくりしてってください。日本をプレイしておりますよ。屍狂い、これいけんのかな、屍狂い。うーん、まあこれでいっか。あ、いけるでしょう、強くなったし。二刀流だね。あっ、持ち主ちゃんもありがとう。これ下段がやっぱ素早いけど、威力がなんだ、その毒だね、見た感じ。もう気力ゲージみたいなのは削れないんだな。ああ、毒煙玉。え、もしとちゃんのとこ大丈夫なの？坂の下。
まあ、坂の上だから大丈夫だったってことかな。お友達とかは大丈夫だった。なんだこれよ今度は。ハマちゃんこれ紫になったよ。お、タケジャンこんばんはです。ダザイフ、確かダザイフとか言ってたような気がする。ダザイフってことは福岡かな。あーやっべ、やばい、あっぶねー。そういえば家の近くのドラッグストア、あ、ハマちゃんのとこは大丈夫だった。 YK さんのとこも。あ、いい、鋭いね、麻痺かもしれない。挨拶ありがとうございます。福岡太宰府ってことは、やばいみたいで、ライン一応つながったけどやばいっぽい。ねえ、なんかあのニュースで知ったけど相当やばかったね。マンションなんで心配込むよ。でもまあわかんないからね。だってあそこにね、まあ、家を建てた方たちも別にああなると思って建ててないから、満身注意ですね。これは上に行っていいのかな。ご参加よろしくお願いします。ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。みんないい方たちで、まあちょっとこうやってね喋りながらやるんで下手くそプレイですけど、よかったらゆっくりしてってください。お時間が許す限り。日本の天候じゃねえ、浜ちゃん。いやでも本当になんかなんて言うんだろう、本当おかしいよね最近日本。YK さんありがとうございます。全然ね、全然大丈夫なんですけど、まさかこんなことに、九州を最初当たってた時とかは、まあ、割かしね、風とか雨は強かったけど、まさかこんなね、あんな浸水までするぐらいになるとは。もちそえさんのところはでも一応大丈夫だったんだね。ローテあるから安心しますよね。私のところあと1日。あーよかった、たけちゃん。でもなんかまあね、そんな被害に遭われた方とかにはちょっと申し訳ないけど、そんななるって普通思わないもんね。まあ平和ボケって言われたらそれまでだけど。あ、そうそう、地震もあったよね。だから地震もあって浸水もあって、もうなんか本当災害の国って言われてるけど本当だなって思うよね。全然来なかった。まあそれどころじゃなかったんじゃないか、浜ちゃん。確か映画館だったよね。こっちか、こっちじゃないね、矢印があっちを向いてるから。隠れてやがる、ヒロマカさんもされてるんですか。におお、お、東門の鍵。おお、ゼロット、こんばんは、ありがとうよ。いつも今日は2をプレイしてるよ、続きを。そう、前回はコウモリのボスを倒したんだよね。あ、
皆さんありがとうございます。挨拶そう、今日はモデの2人はダウンしてるからよかったらお付き合いください。挨拶も助かります。おー、ベルファイさん久しぶり。あれでも久しぶりって言ってもこの間来てくれなかった。こんばんは。ちょっと待って、現実でも雨の音がするなと思ったら本当に雨降ってた。えらいリアルな雨だ音だなと思ってたら、あ、ひろまかさんのところも大丈夫でした。そう、ベルファイアちゃんのところも大丈夫かい。浸水と、ありがとうございます。ワイケさん、お疲れ様、ありがとう。ここ19機関機なシュウスケ、濡れたい。なんでなんでそんなバンドの PV みたいなこと したがるの、ハマちゃん。おベロハイちゃん、こんばんは。大丈夫だったか、浸水的なやつは。でもわかる、俺まあ、ベルファイアさんもなんだけど、外仕事だからね、なんかもういいやってなるんだよね、ちょっと濡れ始めたら。暑いしね、カッパとか逆に。茨城は大丈夫。あ、茨城か、ベルファイアちゃん、まあ、よかったよかった。だったら開く。もう完全に何か出てくるね。命が惜しくば引き返すのです。引き返す、普通に命欲しいし、髪から水を浸らせたい。やかましい。浸らせたいの。これなんか、あ、違うんだね。戻ってこい。絶対なんかやばいやつ。命は惜しいよね、たけちゃんね。俺もこの状況で進まないといけないってなったら普通に帰るもんね。普通に帰って、しかもこいつの母国に帰るもん。広いしな。おお、なんじゃこりゃ。無限に続く。お、いって、なにこいつ、漢字が読めない。キヌ、いって、いって、ちょっと待って。でっかいの来た。ヌエファイティン、もうファイティンの時には死んでました。 YK さん、なんかでっかいの来たね。ヌエ、あー、なんか妖怪、妖怪の一種であるヌエ。頭は猿、胴は虎、尻尾は蛇、古来の妖怪。おー、竹ちゃんありがとう。まああれか、キメラみたいな
モンテコとか。これこのまんま行ったらこいつらとか来たりしないよね。さすがにそこは空気読んでくれるよね。え、来る？だよね。ちょっと待ってください。急に普通に強くないこいつ。やばい、これはまたドハマりするパターンじゃないの。申し訳ない。下段で行った方がいいのかな。キメラ、なるほど。なんでなんか似たようなのが多いんですかね、西洋も日本も。嘘、この声の主なの？やばい。ちょっと待ってちょっと待ってくれ。これ近づくことができないんだけど。無理だね。まあ絶対諦めないけど、もちろんじゃん。半端ねえね。ちょっと下段で攻撃して、ちびちび攻撃していくしかないかな。食らっちゃったら最後だもんね。なんかある？まだま、ヒントはまだまだ先。まだまだ先。まだまだ先？え？お、たけちゃんありがとう。ありがとうだ。あ、これかもしかして。なんかこのボーンってなってるやつとか。いて、ちょっと待って。あれを攻撃するとか違うかな。これ以上先に行けませんよみたいなやつかな。考える暇も与えてくれないね。裸だからかな。しかもいい感じに濡れちゃったしね。目をつむるんだ浜ちゃん。でもそれだったらこっから攻撃できちゃうもんね。違うよな。あ、まだヒントは言わないってこと。あ、そういうことね。了解了解。逆に考えてしまった。ちょっと待ってね。でも一回来るでしょ。一回来るのを避けて、あれは走って逃げた方がいいね。ちょっとずつ学ぼう。服は着ない。悪いが、俺はもう自分の体が服の一部だと思ってるからね。不審者ではない。もちとよちゃん、ダンディズムなんだ。これ無理だわ。いや、そう言われれば、も言われるほど絶対にクリアしてやる。ただこれもヒットアンドウェイっていうか全部かな。ちょっとこの上げた時に違うね。しまったな、この雷。おー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 、ちょ、
オッケーオッケー、分かってきた。ぐるぐるぐるは来ないんだね。オッケー。やばいな、でも回復がもうない。いやーくっそへその穴はアクセサリー、アクセントになる。雷、雷が効かないやつとかそういうのがなかったか。火除けじゃないね、麻痺除け、麻痺なのかな、あれは。風除け、雷、おお、あるじゃないか、雷除け。おお、持ち味ありがとうよ、ね、頑張って倒す、ありがとうね。明日もいい日でありますように。おやすみ。追尾せ4発です。しかし屋根の下に何、たけちゃんそれ大ヒントじゃないそれ。屋根の下、屋根の下、屋根の下にいるとこういうところってことかな。うん、もう一度じゃあありがとうよ、おやすみなさい。追尾制で4発、でもあれだね、ちょっと攻撃に繋げづらい。確かに これがなんか弱点っぽい。おお、おお、ナイスだ。おお、浜ちゃん敵ありがとう。ほっこりするぜ。くそ、やばい。3、4、ナイス。4発は教えていただいたのはありがたい。神王が、神王がというよりもうラージャンだね。あと一発でも食らったら、ああ、ちょっと待ってください。くう、爆弾、ああ、腹が照らされた。あなたはそれを攻撃します。それは全てのスタミナ。おお、シープありがとう、センキュー。攻撃タイミングありがとう、タケちゃん。3回しそうだなだけどね、なんとなく今ので、まあでも多分途中で攻撃方法とか変わるんだろうけど、ビーム攻撃を発射すると。あれ隙がでかそうだもんね。腹が弱点っぽいのは確かになんか見た目でそんな感じはするんだけど、あ
おお、風前ちゃん、お久しぶり。挨拶だけ、了解、ありがとうよ。良き夜をお過ごしください。あ、ダメだね、やっぱちゃんと攻撃し、ん、雷、あ、あまちゃんもありがとうよ。これん時でしょ。あー、なんでこけたんだろうな、さっきなんか、やばい、何かでこけたよね。危ない、お、このタネ B もタネたときかな、お、いいんじゃないですか、調子乗ってはいけない。調子乗った、くっそー、すぐ調子に乗るのよね、あと一発、一発でやめとけばよかった。あー、ありがとう浜ちゃん、攻めすぎたね、ちょっと調子乗る、すぐなんか弱みにつけ込もうとする俺がいたよ。どんまいシップありがとう。でもなんとなく、なんとなく上がってきたね、調子に乗らなければいい。あ、はい、調子に乗る、ちょ、今のは脳幹ですぐ行くんで、調子乗ったな、開始2秒ぐらいだったね、だからもうないことに、まだしてないことにしようかなと思って浜ちゃん、ちょ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 、この時この時この時が意外と、ちょっと牛を、うん、忘れて浜ちゃん、今のも忘れて、オッケー、こいつが戻ってくればもうどうでもいい。いやでもちょっと待てよ、だいぶミスだね、雷をこう溜めてる時と口からビーム出すタイプ、あー、やっぱりなんかこう左側なんだ、左側を殴ればなんだ、ビームの時に殴ったら切れるなみたいな、ちょうど、うん、危ない、ありがとう、ここで調子にならないように、
でしょ、あまちゃん。あ、たけちゃんもありがとう、教えてくれて。危ない。逆に これだね、調子に乗るやつ。攻めすぎに注意。ちょっとなんか下段素早くて動けるんだけど、逆に止まんなくなってしまう。くそー申し訳ない。分かっちゃいるんだけど止められなかったな。いやもうだいぶでももうタケちゃんのヒントでいける気がする。ブーフー、顔もムカつく顔してんな本当にくそー、2発目に近づいて攻撃するようにするという。そうだね、ちょっとすぐだもんな、すぐそういう。嘘でしょ。何回見ただろうこの落ちていく様を。今のも脳幹でお願いします。頼む。出てきて、あ、もう様子見よう。あーバカ、3、4、この時に攻撃だね。あーくっそ避けれなかった。いやー申し訳ない。いや絶対ぶっ倒してやるやつ。あーあの雷4発がきついね。ファンが分かっても避けれないってやつだね。まだ壊してもらうしかないんだ。嘘でしょ。おやばい、もう逃げよう。
ここでやめとこ。あー嘘でしょマジか。ちょっと待てよ、急にすぐ撃ってくる時もあるってことだね。あ攻撃が重い、本当一撃が重いね。しかも一発食らったらもうほぼ終わりだね、避けれない危ない。ここは食らうのかな、食らうんだね、危ない。あーこっちか。あーこれどうすればいいんだ。じゃあもう一回隙が出て攻撃したら回復するまで、スタミナが回復するまで待った方がいいのかな。ちょっといろいろ試してみよう。俺のこの脳のついていかない感じに悔しい。出てきて1、3、4、近いぞ。ここだね、これだ、これこれは左に避けるべきだ。もう選択肢がいっぱいありすぎる、この一瞬の出来事で。いやー悔しいね。考えながら戦うね。俺そんな頭良くないからね体に染みつかせないとねダメなんだよね。1、2、3、4、回ってこれ避けない方がいいのかな。あっ OKOK、2、3、4、こっちに来ていただけるとありがたい。あーい、嘘でしょ。避けない方がいいのかな。あ、危ない。
あ、YK さんありがとうございます。心遣い。そうだな、ちょっとあと2もう2回ぐらい頑張ってみて行ってこようかなと思います。キャビンアンテンダントみたい。ありがとうございます。よくわかんない。でこの時に雷だね。あー間に合わなかった。これがやばい。くそ、回復が。いけるか。ゴリ押し、ゴリ押し、いけいけ。アップちょい。おー、ちょっと待って。はぁ、あ、焦らず。あと一発だったのに。くっそ悔しい。いやー、やれたと思ったんだけどな。ハマちゃん、ゴリ押しで、ゴリ押しすぎたかな。おー、明夫さんこんばんはです。今二王ボス戦をプレイしております。無敵モード強いね。でも貯めないといけないんだよね。あ、ワイケ様ありがとうございます。くそ、いかん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 。さあ、ちょっとボス戦なので、よければ見守ってやってください。アマちゃんも、マイケさんもありがとうございます。あ、バカ。あ、ヒロマカさん、一応ね、もうトンファーで生きてえなと思ってずっとトンファーでやってます。初見プレイなのに。うーん、だよね。あ、こんばんは、ありがとう、明夫さんも。2、3、4、あーい、あはー。じゃ、もう一回だけ。やべえな、これ負けず嫌いが出てくるな。改めてこんばんは。ヒロモカさんはされてるんですか。なんかね、このあえて刀は使わねえぜみたいな飾り的なジャッキーチェーンを目指して。くっそー、どうした？これだね。
取って、でもう一回してくる。やばい。おお、藤子ちゃんこんばんは。あ、ナイス。マジか、マジでっか。大丈夫かい、体調の方は。無理なさらず。あ、アキロさん、そうそうそう、さっきね、タケちゃんが教えてくださったんですよ。教えてくださったんだけど、このざまっていう。そう、この横っ腹のやつも教えてくれたし。あ、いかん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 。で、もう一発してくるね、これ。おお、ハマちゃんがずっと定期打ってくれたんだよ、ありがたい。マジか。しかもこのタイミングでコントローラーの3、4、ここになりながら、うん、ありがとう。助かった。あ、もう回復はないし。オーフランちゃんこんばんは。正座で見る。うん、無理なさらず。あー、やられた。プロの提携お願いします。まあでも体調がね、あんまりあれだから、いいよ今日は。あの藤子ちゃんも無理なさらず。フランちゃんも改めてこんばんは。くっそ悔しいな。続きをやっております。ダサイフってところかな。ずっと同じボスにやられてる。落ちます。あ、浜ちゃん大丈夫だよ、ありがとう。ありがとうよ、本当に助かりました。いらっしゃい。 YK さんもありがとうございます。助け合いが本当に助かった。ダーン、この回復のタイミング。いやー、どうしよっかな。ちょっとあともう一回すぐすってやられない限りは、あともう一回やってダメだったらちょっとタバコ吸って。うーん、本当にありがとうございます。話し合って本当に。あー、ばっか。どんまい、ありがとうございます。これ避けちゃいけないんだね、逆に。
ここで引こう、一回引こう。オッケーオッケー。まだ2回ぐらいしか負けてないかも、藤子さん。半分までいったらあれを使おう。あぶねー。どうくるどうくる。オッケー。あっ、すぐ使うもん。頼む、持ってくれ。ボコボコにするぞこいつを。おら、頼む、ゴリ押しだこれこそ。あ、嘘でしょ。今もうなんて言うんだろう、漫画とかだったらもう今ので勝ちでいいじゃねえの。あ、高評価よろしくお願いいたします。ぜひぜひ。 ありがとう藤子ちゃん、無理しないようにね。あ、ひろまかさんありがとうございます。あ、そう、初見のひろまかさんが来てくださってますので、うん、たまには休憩も必要だ。竹尾さんありがとうございます。もうジャンプ的なやつだったらもうあれでもう終わりでよくねっていうところだったのに。ちょっと申し訳ない、何度も死んで。でもう一回してくる。でこの後これ避けて、おっ、トーマちゃんありがとう。あー、バッカ。あー、ワイゲさんありがとうございます。いつもこの、ラージャンだよ、ラージャンにもう初見なのにずっとトンファー縛りっていうのやってるよ。結構進んだかな、トモちゃんは。あそこにあるね、本当に助かる。うん、いつも。これ取って。ああ、これ避けちゃいけない。オッケー。迷子になるんだね。じゃあ俺もなるかもしれない。いかんいかん、下がって、で気力が戻って、ここで避ける。多分大丈夫。お、よかったよかった。2、3、4、くるくると回ってドーン来て、
この尻尾が絶対当たっちゃうね。回復しちゃった。 OK。 あーん、近い、危ない、やばいぞ。くっそ、先あっと一発までいったのに、ちょっとダメだ、負けず嫌いが出てるから、もうタバコお預けだ、自分に貸せよ。気を抜いたらほんとすぐ死ぬ。どんまい、ありがとう。あそこだね、スーッと行ってパッと取って、ああそっか、お仕事か。トモちゃんとこは大丈夫だった？雨がすごいけど、全国的に。もうほんと気を抜いたらすぐ死ぬね。相当なんかやっぱうまい方じゃないと。2、3、4、あー、フランちゃんとこは地震があった、地震もあったし浸水もあったり、やばいよね、なんかいろいろと気をつけてね。バッカーしとけばよかった、回復を。これもうごめんなさい、もう一回やって死んだらもうちょっとタバコを吸って。気を落ち着かせます。冠水とかなくて安全だった。おー、よかったね、トモちゃん。まあでも分かんないからね、フランちゃん。まあ、気をつけるっつってもね、まあ、どうしようもないかもしれないけど、まあ、やっぱ何かニュースとかで知っとくとか、知らないよりかは現状よく把握してってね。まあ、池さん、そんなあれですか、俺の。そんな未来がかかってるんですか。絶対に終わらせるだったら、あー、ほらね、これだもの、すぐ調子に乗るんだから。どうしようかな、あともう一回だけ。フランちゃん、なんかあったら嫌だからね、それは冗談抜きで。どんまい、ありがとうございます、 YK さん。何回死んだところを見せたかな、 YK さんに。みんなにも。もう2で、この後もう1回してくるんだよね、雷を。近い、ちょっと待ってくれ、避けれない。
橋の近くは冠水してたみたいだし、車で20分くらいのところはテレビでも中継さ。あー、なんだ本当に。そのね、俺本当知らなくて、ちょニュース見てびっくりして、なんじゃこれみたいな思って。気をつけてください。あ、蔵屋敷なの？もろあそこじゃん。お家は大丈夫だったの？トーマちゃん、お、どんまい、ありがとう、フリコちゃん。やはりね、これ後ろに意外と、はい？確かにそれは思う。ダクソブラボの方がなんか可愛く感じるかもしれない。あ、そっか、帰れてないからわからない。いや、でも結構な範囲だったよ。そう、前も言ったけどダクソブラボが可愛いって思えるかも。1、2、3、4、これ尻尾は分かったね。尻尾は逆に避けない。あー、タイミング。でもここで下がっとこう。だーこれはいかんね。一回リセットしよう。ちょっとすいません、1時間に1回だけちょっとタバコを吸ってくるのがあるので、ひろまかさん、よければお付き合いください他の方も、まあ眠い方はおやすみなさいって言いますね。トマちゃんもお仕事頑張ってね。気分転換大事、ありがとう。そしたらちょっと行ってきます。あ、ワイゲさんもありがとうございます。たしなんでくる。
はい、すいません、戻りました。もう音速ですってやった、本当に光栄ですか、なんだこいつ、チン。あ、ただいまです、藤子ちゃん。 YK さんもありがとうございます。くそ、もう鼻からコーヒーを入れる余裕がないぐらい死んでる。あと、おまちゃんもありがとう、本当気をつけてね、雨。あと、まあ、なんかこう他人行儀ではないけど、本当無事だといいね、お家。お、もうそういえば全部使えるんだな、バカ。ブーン、ちょっとごめんなさい、2階だから多分だ。いやでもね、ニュースで見たけど、あ、まあまあまあ、ま、マンションって言ってたもんね、マンションだったらあれかもしれないけど、2階建ての1階がもう、あ、トーマちゃんも教えてくれてありがとう。うん、そう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 、それもね、タケちゃんとアキオさんが言ってくれて、何タイムの1階は脳幹、ここでしょう。バカ、これを避けちゃいけないんだね、だからこのね、爪が、いや、いかん、2回目まで脳幹にしよう。むしろ触ってないから。うん、トーマちゃんもありがとう、教えてくれて。1回打った時の脇腹ドンだね、痛い。無駄なやつを使ってきた。で、3、4、危ない。2、3、4。ここで避けて。危ない、あー、あっぶねー。2、3、4、いかんいかん、なんだその攻撃。1、2、3、4。危ない、嘘でしょ。頼む、カドハメだ。削れるところまで行こう。
あとちょっと。オッケー。はあ、ゴリ押し。ゴリ押しだったね。もう角でゴリゴリ削るっていう。YKさんありがとう。藤子ちゃん、トーマちゃんもありがとう。あ、秋尾さんもありがとうございます。いや、もう完全にゴリ押しでしたね、今の。いや、アドバイスのおかげ、本当に。なんか紫のやつを手に入れたね。藤子ちゃんもありがとうよ。170、お。そう、このふとたち使うっつって一回も使わないっていうね。ずっとトンファーっていう。私の指揮を打ち払うとか。指揮を打ち払う。ゴリ押し上等だね。もうこれこそ俺の戦い方だね。俺避けたりとかそんなうまくできないから。なんもないね。誰？コウモリ女。あ、でもコウモリ女の方が確かに俺も死んだかも。あ、ごめん。何よ。あ、ごめん。変わらないようにしないと。何よじゃねえし。かわいい。どいて。何？避けてやがる。まさかあなたのような異国の方が私の指揮を。あ、申し遅れました。私は福と申します。この地を守護する一階の陰陽師にございます。福、お見知り。福君、そのあやかしは先ほどあなた様が打ち倒した私の指揮。何やら怒っているようですが、あなた様自らその怒りを鎮めることもできましょう。すまんすまん。すまんすまんすればいいの。拍手、任せなさい。いや、もう土下座レベルでしょ、怒ってんだったら。許してほしい。あ、許してくれた。どうやら機嫌を直したようでございますね。覚えておけばきっとあなた様のお役に立つことでしょう。ん？何？これより先元気の際なくば無益に死すのみ。ほう。にわかに生じた横島なる気配も気がかりで、もし命を惜しまぬのであれば、これより先にわかに生じたよ。もし命を惜しまぬので。いや、もう命欲しいから行きたくねえんだけどな。ガンムシ、ガンムシもできるんだね。もうなんか洞窟みたいなところに来たね。え、とりあえずセーブポイント的なやつはないのかな。もうちょっと先かな。意地でもあい、あ、あったあった。
謝らなくても済むんだね別に。お、1万5000もあれば。弓はちょっと強い方が良さげだもんね。あと霊、あ、もう1回しか上げれないんだ。31。おお、おー、いいね。なんか男らしさが増したね。滞納、ここら辺はいらないよね。種子島もいらない。まあいいか、ちょっと待ってね。これを使って奉納、奉納とも呼ぶ。そう、サブクエストをやったらね、あ、これでも13だね。なんかちょっと竜っぽいやつが手に入ったんだよね。けど13からだからやめとこう。まだ能力が足りない。牛にしとこう。なんと太宰府の地下によもやこのような場所があろうと。お、おさぐちゃんおかえり。開く、あそこっぽいね。開くところっぽいけど、あ、とりあえずあいつとこいつだけが。嘘なんですよ。こっちっぽくはないんだけどな。まあ、いっか。なんだこれ、中国のやつみたいだね。あ、提供ありがとう。無理しないように。いて、逆に何、どこで罠的なやつか。痛い。なんか踏んじゃったのかな。ん、スイッチみたいなのあった。あ、これか。こりゃすげえなに違いねえ。ちょっ
とした迷路になってんだね。下にも行けると。不思議な力で閉ざされた。どの扉もピクリとも仕上がらねえ。盗賊。あ、藤子ちゃんありがとう。トラップ注意。やっぱりか、なんかこういうステージもインディンジョーズって感じでしょ。ただ見えにくいよねやっぱり。あと先に言っとくけど、落とし穴みたいなのがあったら俺多分マジ叫ぶと思う。へっぴり腰で行くよ。なんだこいつは、鬼か。あ、ワクワク。痛いよ。やっぱ下段安定だね。1、2、3。ねえ、ダクソもなんかそんな感じだもんね。気をつけます。あきおさんありがとう。つっても多分食らうだろうけどね。はじめのとこのこの鬼トラップドキドキだね。でも全然行ってねえとこたくさんあるもんね。あの扉のところ行ってねえもんな。開けれなかったのか結局。あ、これトラップだね。でこっから出されるってことかな。完全に、ああこれがあると思ってそこ踏んじゃうってやつかな。そんなのには引っかからない。怖い。クリアリングが大事だね本当に。踏んだ？鋭い。ダクソブラボーやったおかげだね。その代わりめっちゃゆっくりけどね。これなんかだと思った。明らかに一つだけ色が違ったもんね。ただ一撃がめっちゃ やはり。はあ、爆弾。前しか見てない。いやでも俺も似たタイプだよ。結構いっちゃうからね。でもこれ分かりやすいく置いてあるのは、あ、お勤めご苦労様です。もう一匹いたりして、はい、取ります。
ずっと巡回してんだね。できることなら関わりたくない。おー、レトロンさんこんばんはです。今日二王をプレイさせてもらってます。トンファーで、裸トンファーですよ。ジャッキーチェンを目指して。あ、挨拶定期ありがとう。ん？これは結局あれかな？最初のところかな？そうだね。で、こう来たんだね。あ、YK さんもありがとうございます。定期もありがとう、藤子ちゃん。裸トンファー、見るからにカンフーの達人って感じがするでしょう。俺もね、多分江戸の時代に生まれてたらこの格好をしてたと思う。裸縛り、いや、秋尾さん全然ね、縛りじゃないんですけど、結局防御力があんま意味ないなってことに気づいて、それより素早い方がいいんじゃないかと思って、結局重たいの着て避けれないより、食らっても3発が、3発が2発になるだけだったんで体感かもしれないですけど、じゃあもう別なくてもいいなっていう、みんなで考えた結果、 あれからもう服着たことねえし、生まれてこの方、今なんかちょっと迷いす、いや広いな意外と。あ、レトロンさんもありがとうございます。よければゆっくりしてってくださいね、お時間が許す限り。そう、ブルースリー的な感じ。なんかね、あー、ちょっと待って、意外と隙がありそうでねえなこの人。でもね、なんか上手い方たちに聞いたら、一周目は別に強化しなくてもいいですよって言われて、武器とか防具も結局後らしい。あ、また広いなこれ、ハムナプトラみたいだね。どうなん、うん、らしいよ。まあんまりね、まあ、お、セーブポイントがある、ありがたや。合唱、そうなんですよ、ダークソウルとかの火じゃないぐらい難しいかも。ダクソも難しいんだけど、また全然あれが違うもんね、難しさが。レトロンさん、このゲーム知ってますか？結構有名だから知ってるかな。エジプト的な匂い、もうね、基本あの最初斧で行こうかなと思ったけど、もうトンファーに惚れ込んで、あ、軽装備で十分。明夫さん了解。お茶碗たくさん見つけた。後のウィーン少年が少年だ。ああ、噛んだからいい。あと300か、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。あ、前も言ったか、あれ違ったかな、レッドノさん前も言いましたよね確か。お、3周目まで、あきおさんもかなりやり込んでる。
でもね、多分俺が3周目とかやる頃にはもう神王じゃなかった。いや、むしろ神王2が出るらしいからね。間に合わないと思う俺。大丈夫ですか？ネタバレ的なやつは大丈夫ですか？レトロさん。言われたかな？いや、俺も覚えてない。全然覚えてなくて。なんかでもこの話したような気がして、どうだったかなと思って。おお、テフラシさん、あ、初見です、初めましてです、お邪魔し、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。ロッキーと言います。ニオをプレイさせていただいてるんですけど、されてる方なんですかね。もう下手くそプレイですけれども、よかったらゆっくりしていってください。面白そうなので、うん、ネタバレなら心配、やる頃には忘れてますんで、あ、それだったらありがたい。1周目はゴリ押しでいけます。さっきボスゴリ押しでいけたもんね、アキオさん。あ、どうぞもうゆっくりしてってください。みんないい方たちばっかりなんで、よければ。下手くそプレイですけどね、トンファーに惚れ込んで。いってー、やばい、気を抜いたら本当にすぐ死んじゃう。あー、こんばんは、ありがとうございます。あっちだ、可愛らしいキャラがちゃっかり出てくる。より10倍うまい。全然そんなことない。全然そんなことないよ。ただもうずっと同じ武器使ってたら、なんかちょっと慣れてきたかな、トンファ。うん、ご挨拶ありがとうございます。ぜひぜひ、あの、話しながらするんですぐ死んじゃいますけど、よければお話ししてやってください。してやってくださいっていうのをちょっと噛みそうだったから麦茶飲みますね、ごめんなさい。喋りすぎてね、カッパカパになるっていうね、口の中が。あー、すこぶる、うん、すこぶる飲んだから大丈夫。こっちにいて水分大事。完璧にこっちじゃないけど、多分あっちを開けたら初っ端のとことショートカットみたいになるんじゃないか、地理的な感じ。ただこいつだけかな、こいつもね、結構急に叫んだりします。あ、テフラさんもしてる、あ、ありがとうございます。でも結構あれなんじゃないですか、もう一応10周はしましたけど、なんすかっていう感じじゃないですか、テフラさん、テフラシさん、ごめんなさい。俺も多分一周でお腹いっぱいかもしれない。レベル上げも確かに大事だよね、このゲーム。でもサブイベント俺ちゃっかり配信してない時にしてるからね。なんか気になったやつはしとくみたいな。あー、怖え。
こいつは動くね。お前もお前で寄せろ、もうちょっと色を。え、じゃない、あ、ちょっと待って。でこれでこ、え、ダメなんかい。あ、お気遣い助かります。立ち回りうまい。いや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 、もう死にまくってますよレトロンさん本当に。なんか上段とか中段とかこう構えがあるんですよね、このゲーム。なんかそこがまた侍道みたいでいい。サブシナリオ、サブシナリオとかあるね。あ、やったかもしれねえな、ボンバーマン。全然関係ないけどボンバーマン新しいの出るっていうね、プレステ4で。あ、やはりやり込んだんですか、テフラシさん。じゃあもう見てて多分イラッとする部分があるかもしれないですけど良ければお付き合いください。スナイピング中に R さん、あ、そうなの、シープ、ほんとだ、シープナイスだね。これ多分みんなが言ってくれたおかげだけど、一人だったら全然進んでないからね。さすがシープ。てか みんなあれだけどね、ご助言が。はあ、危ない、ちょっと待ってね。イラッとなんかしません、全然です、私も。あ、あと追います、俺も手ふらしさ、逆に競いたいぐらいだね、落命の数を。うん、そう、やり込んでて普通はこうなんか全部をね、本当は言いたくなるのもわかるけど、こうやって気を使っていただくのがありがたい。まあ、中にはこうね、別にネタバレ気にしませんよって方もいるだろうけど、俺もうすぐ楽しめないくなっちゃうからね。粋なゲームね。競いますか競いましょう。もう俺多分超えますから、手ふらしさんを、落命の数。あ、でもまあまあまあ、最後ですよ、もちろん。あ、でもそっか、やり込んでたらそうだよね、当然あれだね。いって、なんだその昔の特撮映画みたいな顔しやがってこいつ。ちょっと、あ、俺の時だけ1回の落命で200回っていうことにしませんか。落命レース、うん、そうだったね藤子ちゃん。え、新作ボンバーマンにメタルギアのキャラ出てくるらしい。もう同じ、え、コナミとハドソン違いますよね、合併してないですよね。急にコナミの力を借り上がって、ボンバーマンも。ルーイで頑張れ、落命。
もう今ので200。ドンマイありがとう。ああやっぱこの鬼は復活するんだね。ちなみにレトロンさんはダウンロードコンテンツ買いますか？これダウンロードコンテンツなんですけど、武器とストーリーが鬼のように増えるらしいです。ダウンロードコンテンツ買ったら。あ、そうなの？バイハドソンじゃなくてもうグッバイハドソンだね。懐かしいよね。バイハドソン。あれを聞くたびにね、よしやるかってなってたよね。マザーベースがある。おお。急にどうしたんでしょうね。でも正直今スーファミだからこそあれが面白かったけど、今このプレセ4でやりたいかって言われたら、うんってなる。あ、もう買ったんすね、レトロンさん。なるほど、じゃあ同じ地獄を見ましょう。あー、それで出なかったんだ。買収されたんだ。ねえ、なんか今おい、ボンバーマン出るらしいぞって言われても、おおって。なんかそれはもうスーファミの頃の思い出で、俺の中では止まっておきたかったかなっていう。これ右かな。右じゃないね、多分ね。どっちにも行けるね。矢印が出てる。お、タケちゃん倒したぜ。ゴリ押しだったけど。お帰りなさい。大人の事情。64か、64は俺スマブラとほんとマリカーとかだね。あれだけボンバーマンで吐きね。ああ、そうそう、手暮らしさん、お前ルイ使いやがってみたいな。あの頃の感動返してくれ。我が魂、地よにこの地を守り立てまつらん。ありがとうございます、手暮らしさんも。多分でもここ開けるためになんか鍵が必要とかじゃないか。ねえ、あの64の感じ、バクボンバーマンは名作。確かに、まあ言うても俺はもう本当に何回も言ってるけど、クニオくんが一番の神ゲーですけどね。今までいろんな実況しましたけど、まあまあ言うても全然そんなたくさんしたわけじゃないけど、それの中でもやっぱもうクニオくんと星のカービィデラックスがもう群を抜いてますからね。ぜひやってほしい。もうクニオくんやべえなって、本当小学校の時ドハマりしてましたからね。作文に書いたもんね、俺こんな大人になりたいっつって。お、タケちゃんのお知り合いなんですね。やっぱまあ二王か、もう二王を神王って言ってる時点でちょっと危ういけど、の方は結構多いんですね。
クニオくんわかります？手ふらしさ。もうねめっちゃやった本当に。だって自分がなんかちょっと暇だなって思ったら街の人をぶん殴って経験値にするっていうような。まあ俺がやったのはその運動会とかもやったけど、そこら辺のおじいちゃんとかぶん殴るようなゲームだったからもう衝撃的でしたね。セガレイジ、セガレイジ俺やってない。あ、一瞬やってなんかトラウマになりそうだったからやらなかったんだよね。あ、リメイク版とかあるの？トーマちゃん、レトロンさんも。あれは本当に面白い。私はカナリオスさんです。いや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 っつっても分かんないですけど、まあ、じゃあ改めてあのダンディズムな年上のご意見をよろしくお願いいたします。どっち？あ、挨拶レトロンさんもありがとうございます。あ、 3DS か。 3DS は持ってないんだよね。なんかねもう任天堂のゲームを批判をするわけじゃないけど、もう今はうんってなるんだよね。なんかほんと649Wii まで持ってたね。なんか検証で当たって。全部を否定するわけじゃないけど、ちょっと子供向けのやつが多いかなと思って。さあ最新部まで結構あるのかな。うっせい。すぐ調子に乗るんだから。もうだから大半大体分かったけど、2発で死ぬゲームだよね本当に。いや申し訳ないで今のでさっき1回落命して200だったから、もう今ので400だね。ああせいよ。むむ、ジョン・カビラ検証で当たった。なんかあのゲームセンターみたいなところにで、たまたまなんかくじ引きみたいなのやってて、やったら当たった。初めて行ったとこだったのに。レトロンさん確かに。だから変になんかもうリメイクとかなんか、まあ、新作出たらおーってなるけど、それじゃないんだよなってなる時があるんですよね。まあ好きな漫画がこう実写化してしまうみたいな感覚にちょっと似てるというか。手暮らしさでしょ。もうあのどうにかして勝ちたいんですよ腕じゃ勝てないだろうから。くじ運ね結構いいんですよね。だって中2ぐらいの時に、まあ おかんとねどっかに出かけた際にこう宝くじ買ったら、これちょっと引きたいっつって買ったら10万円だったもんね。でそれでプレー2とメタルギア買ったんですよね。僕は1回の落目で2000にして。ずるい。じゃあ俺は5万にしようねえ。レトロンさん、リッキーさん分かるわ。リッキーとな。おお、ハマちゃんありがとう。わざわざ時報
7月8日になってます。今日はナンパの日、7と8だからナンパの日。ナンパなんか一度もしたことねえか、というかする勇気がない。大丈夫、意外とね、もう10回断られたら逆にもういいやみたいになってバンバン声かけれるようになるから、もうノリと勢いだけだよね。楽面数で勝ったらダメですそうですね、ちょっと前向きに考えないと。デフレさん、10円ガムですら当たった。え、10円ガムとかあれですよ、まあ別に毎回当たるわけじゃないけど結構当たる率高かったですもんね。だから運的なのはいいのかも。まあ運的なのがいいけど落ちたりとかする運も持ってるというか。失礼、間違えた。いや大丈夫ですよ、もうむしろどっちでもいいんですよ。ロッキーでもリッキーでもラッキーでも。ラッキーにしようかな、くじ運がいいから。誰がラッキーじゃん。うっかり八兵衛とな。あ、手ぐらいさんもありがとうございます。浜ちゃんありがとう。やばい。うん、わざわざありがとうよ浜ちゃん。時報まで、あと定期もありがとう、助かった浜ちゃん。トーマちゃん、それだけは言えない闇の勢力があるから。あるねこれ、スッといく。あ、カッパがいる。カッパあれ何なんだろう、なんかいっぱいくれるよみたいな感じかな。しなくても向こうから来るし。あ、はーい。久々に切れるっけ。いやいやいや、全然切れてないですけど。いいものをくれる存在。あいつね、確かねこれ使ってもね回復したような気がするんだよね。違ったかな、違ったら責任を取ってもらわないと。カッパに、どうだ、これ使い終わったらたまりまくってんじゃないか。お、浜ちゃんお疲れ様でした、ありがとうございます。これもったいなかったかな、もしかして。はい、溜まってないやつ。あれなんで俺あれ溜まったんだろう、なんかめっちゃ溜まったんだよねあいつ攻撃したら。お、でも結構いい感じに進んでないかな。これが楽しみでそこに楽しみを見出すんですか。あ、トーマちゃん了解、お仕事を頑張ってね、ありがとう、お疲れ様でした。ファイトム、夢を。そしてお仕事頑張るのと、あとお家が大丈夫でありますよね。あ、そうそうそう、レトロンさんと手暮らしさんは大丈夫でした、あの今回の浸水というか。レトロさんありがとうございます。うん、また会おう。これを取ろうとしたらじゃないね。あ、明夫さんもありがとう、ご丁寧に。手ぶらしさんもありがとうございます。
大丈夫だった、よかったよかった。こっちが正解っぽいね、宝箱があるってことは。ふっ、うん、またね、ありがとう。おー、びっくりした。そんなことがある、いや一例じゃねえし、この野郎。しかも何、貴様もドンハーか、騙しといて一例じゃねえし。あー怖い、あちょっと待って、お互いにやめましょうぜ。あ、桜井ちゃんもありがとう、高評価ありがとうね、助かるよ。私のところは山口隣の、あギリギリ、よかったよかった、無事で。一礼ってなんだよって感じですよね、騙しときながら。同じポーズをすればよかった。ほう、どのタイミングでだろう。あ、本当だ、自分と対決だ。気がつけば本当だ、俺を超える出るのか、意外と強えな。おら、オッケー、はあ、強いい夢を、お疲れ様でした。気づかなかった、自分だった、なんかすんげえ脱線格好してんなと思ったら俺でした、やだわ。一番の敵は自分だった。おー、ギギちゃんこんばんは、ナイス、ありがとう。今日は2を続きをプレイしております。お辞儀ならお辞儀のジェスチャーをすれば戦わず、え、でも一発攻撃してきたことにすごくイラッとしたんですよね、もう止まんなかったあ、手ぶらいさんもありがとうございます。うん、なんかすんげえダッセ学校だと思ったらレトロンさんに言われて気づいた、自分じゃんと思って。どれがいいんだろうこれ。軽いけどいい感じの防御力のやつってないよね、なかなか。39、お、これはいいんじゃないか。脱世、鬼武者に見える、鬼武者みたいなもんだからね、もううぜえこの筋肉野郎っていう。ちなみに2のセリフ49、50まではまだ軽いんだったよね確かね。やべ、どんどんダサくなるな。上はね、だいたい機内スタイルでいこうかなと。もう防御力ゼロだよね、こんなんだったら。普通に風邪ひくし、こんなので。左にいるのかな、なんかこ
いつはいいんだけど他がいないんだね。あ、ギギちゃんはあれ大丈夫だった？多分大丈夫だったと思うけど、浸水的なやつは当たらなければどうということはない。当たりまくってんだけどねさっきから。ねえ、だから一応ねささみとかを食おうかなと思ってるんですよ。レトロンさん筋肉を維持したい。そう、当たっても死ななければ問題ない。まあ死にまくってんだけどね。調べる。森人様、私も共に参ります。森人、守り人。んー、こっちで合ってんのか。もう一個行けるとこ結構広いね。お、あそこの上に来たね。ん？でも鍵がないから開けれないんじゃないか。降りて、お、なんだこれ、手をかざす。え、あ、これで開いたのかな下のが。開く。おお、宝の山かな。あっ、なんかいそうねえ。なんかあの先に何かが待ってそうな。スムーズだね、割と。五助言のおかげだね。あっ、ああ、違う。いかん、舐めたらあかんぞ。はあ、行って。いい感じ。この下っぽいけど、ちょっとその前に、あ、こっちが、なんか結構本当に広いな。ね、足軽も舐めちゃいけないんですよこのゲーム。レトロンさん、なんか町民みたいなやつも舐めちゃいけない。おお、こいつだね。こいつは気をつけないといけない。もったいないかな。あと火縄銃がめっちゃ強いっていうね。俺のエイム力だね。いて。結局やばい。え、おお、嘘でしょ。もったいないかな。もったいないですか。盛大に外しましたね。爆弾があったの忘れてた。2対1きついですね。
宝箱かな。お、種子島なんかいいんじゃないですか。結構思ったよりめっちゃ上手くなってる気がするっていうでしょ。あんだけ近距離だからね。あ、なるほど。でこうつながったってことか。オッケーオッケー。じゃあもうさっきのところに降りてオッケーかな。いやでも意外といけましたね。まだボス的なやつとか倒してないけど。拝む。でこの霊を上げとこうかな。でこれなんかサブイベントで手に入れた、なんて呼ぶんだろう。あーなるほど、蚊だねこいつは。蚊を手に入れたよ。そうレトロさん、でもね意外と矢がそんなに手に入んないんですよ。さのんのん、まだ続く系かな。さすがにあれか、水地蚊ではないんですか。あれこれはん、あ、一番最初のところね。ずっと蚊だと思ってた。アースジェットがよく効く。そして奉納しなければね、いらない武器を大量に。わお、あ、もう一個先があるってことか。19、竹崎理長、力はか、かはか、近接頑張ろう。川か、竹崎理長を呼んだよ。理事長かな。そうダウンロードだったら武器の種類がいってー。ごめんなさいごめんなさい、いっぱいあるから。ねえ、タケちゃん似てるでしょ。だから俺が漢字が読めない。おお、何これ、すっげえ。神風呼びし広元の司法、何人たりとも犯すべからず。理事長、おお、何これ、どうしたよお前。覚えてたんだね、こんな技。すごいね。急にこいつのやる気の出方にちょっと戸惑ってる。回避行動、お、取っとくか。かっこいいですね、レトロンさん。しかもなんか、ほんと、いろんな武器、いろんな技が、技が、だって、技があって、すっごく面白いです。ただ本当に最初俺これ一面クリアできるかなっていうぐらい死んだけど、やる気出しましたね明夫さん。あ、高評価よろしくお願いします。ぜひぜひ、敵ありがとう。急にシティハンターだね。シティハンター、あのジャッキーチェンがやってたシティハンターの方だね。ごめんなさい、わかんない方は。開く。
え、あーで一番奥が開くようになったってやつか。仕方していきたいけど、え、知らない、ジャッキーやってたの、藤子ちゃん。すんげえ面白そう、レトロンさん、あれ名作。ただシティハンター好きな俺からしたら、あのせめて銃使おうって思ってたけどね、ずっと拳でジャッキーだから。みんな多分最初のオンレオニで心が、あ、いや俺もう、いやこれ無理だろうなって思っ、ちょっと思いかけましたね。でもやっぱね、そこはもう負けず嫌いが、まあ、皆さんそうだろうけど、なんか一定数まで死ぬとね、絶対いけるんじゃないかっていう、いけるんじゃないかっていうか、行くみたいな、この先だね。そう、ジャッキーの映画としてはね面白いんだけど、俺シティハンター子供の時に再放送かなんかであって見てて、めっちゃ好きだったから、なんだこれと思って、一切銃を使わないからね。さあ、そして、お、誰かいる、誰、とりあえず怖いからセーブしとこう。能力開花、あ、もう技術をバンバン上げていこう。ワクワク、誰、お互い気まずいね。話しかけよう。やっとここまで来たようじゃな、アンジンと。アンジン？お主の顔を潰すようで悪い。やはりこれは立花の門。あ、立花。私も共に参ろう。アンズルマ、私には父より受け継ぎし技とこの雷霧がある。足でまといにはなるまい。戦国無双出てきたよね、立花って女性の。あ、レドロンさんありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい、明日もお仕事頑張ってください。お疲れ様でした。セーブが来たってことはだね、そういや前に話したの覚えてます。天井連、天井連、天井連ってなんだ。鬼部、人、斬新、天井連、以下繰り返し強い。天井連、なんだろう。教えてくれたのにね、タケちゃん、ごめんね、分かってなくて。遠くから眺めてるとちょっと変態。銀千代さん、あー、やっぱ光栄だからってわけじゃないだろうけど。あ、テラフシさんもありがとうございました。レトロさんお疲れ様でした。銀千代か、じゃあ連れてってやろう。お前もボスの餌食になればいい。いい夢を。共に手をかざせ。ああ、そういう系ですか。四角連打 R1、 四角連打。ん？上段でってことかな？四角連打。
こういうこと？武器かい、カスタマイズ？ほう。カスタマイズできるの？俺。まだじゃない？これ？これか。中段。必須。これか。でもなんか特にいじれなさそうだけど。了解、竹ちゃん。もう一回ちょっとボスを行ってきます。あ、銀中も来てくれるの？ありがたい。おお、こういうからくりだったとは。なんと機械だ。すごい。まだボスじゃない？雑魚が普通にいるもんな。おお、なんか戦ってるね。ちょ、やってやって、やっちまえやっちまえ、後ろ後ろ。まあ、要は四角して R1 してってことか。あ、今トンファー使ってるので。頑張れ。大丈夫、雷切りがあるんだろう。おいしいとこ取り。俺よりもレディーファーストだ、先に行ってくれ。これ全員倒すとかじゃないよね、さすがに。ほら頑張れ。あ、マジ深く。ちょっと待って、貴様がいないと。相当深で折ってるね。あ！調子に乗りすぎたね。銀地を盾にしないと。できますよ。だろうね。じゃないとなんかこいつ先に行きそうだもんね。どんまい、ありがとう。ただ頑張ってくれ。ガードだけじゃ倒せないぞ。ナイス。当たれば一撃だね。じゃあいるからついでにこれも呼んじゃおうか。百人斬りの様之助、生贄。頑張れ頑張れ。ボコボコだ。ナイスナイス。やるじゃないか。生贄を捧げないと。ちょっと行って先に。
レディーファーストという今だ。鬼か銀次郎頑張れ。銀次郎いけいけ。あーどんまい。レディーファースト叩きは取る。あーやばい緊張。戦え。石像さんは普段硬いですが攻撃時に赤く光るとき高ダメージ当たる。マジ俺もう帰る銀杖。またね。と見せかけてた。当たらない。あ銀杖頑張れ。痛い。あ銀杖さん、いや働いてもらう。いけいけ。ナイス強いね。大丈夫か。またちょっと縦になってもらう。まだ先があるんだね。赤く光るとき高ダメージ。あーこのなんか鎧がってことかな。緊張頼む。シープ銀柱を俺より頑張ってるでしょ。おで先に進む感じだね。しかし我が身も顧みずかような地に自ら赴くとは。この姫君随分と殿のことが心配だったようじゃの。殿。おいお主何を一人でにやついておる。あよ先へ進むぞ。殿。殿とは誰。うん、これかな。殿は イケメン。銀千代か。助かった。というが腐っても目男か。旦那のことか。殿って。おあいつだ。初っ端にいたやつだね。ダサ。I found you. 殿え助けて銀杖。
最初のやつすれて戻ることもできるんだ。銀次を助けて。決着を、あ、決着をつけられた一瞬で決着ついちゃったね。いや最初だからわらないでおこうと思ったら、どんまい。手村さんありがとうございます。俺はもうバンバン行くぞ、ゴリ押しだ。止めれるか俺を。なんだその技。なんだ犬ファイト、いって、あーやばいちょっとスタミナ管理をミスってしまった。いやでもやっぱゴリ押し強えな一気に難易度が変わってしまうね。申し訳ない。あー出村さん申し訳ないギギちゃんもありがとう、藤子ちゃんも。あでもそっか、もう使ったことになってるんだね。それの方がいい。いってえ、あーまあやばい。お、なんかあるんだね。了解、ありがとう教えてくれて。おーシープもありがとう、センキュー。あー今攻めるべきだったか。わお、飲む。
相手も魔法的なやつは使ってこないから正々堂々と。やられた。組打ち、組打ちってなんだろう。あー、これ避けれないのかい。タイミングかな。組打ち、霊石を使うと、ん、霊石を持ってる場合、それを消耗して戦い中にゲージを、あー、レベルアップできるよってことか。ただね、ん、どういうことだろう。レベルアップできるよ、戻ってってことかな。どんまい、ありがとう。あー、さっきのあの殴るやつ、そう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 、あれね、何のタイミングなんだろうと思って、気力切れで近くで三角って分かったんだけど、なんかね倒れちゃうんですよね、先に四角を当てちゃったから。一体、あー、やばい。早く生きている武器ゲージ、あー、四角をしちゃってんだね先に。さあどう来る。あっ、切られた。ガードがクソになってるからね、クソ。ちょっと勝つまで やるかもしれないので、よければお付き合いください。いやー、悔しいな。集中だね。また押してしまった、癖だね。これ強制なんだね。あ、やばい、くっそ。いや、強いな。ちくしょう。
あーだね、藤子ちゃん。ネクスト絶対に諦めないです。手札下ありがとうございます。あれどこ行った。おー、タカちゃんこんばんは。あ、ニーニーちゃんもありがとう。ニオをプレイしてるぞ。 OK、 お手伝いありがとう。怖え。あー、バッカだよねー。ガードしちゃいけないのに癖で押してしまうな。お、タカちゃんもこんばんは、ありがとう。頑張って、ありがとう。めっちゃ死にまくってるけどね。危ない。危ない。あー、嘘でしょ。くっそ、しまったな。いや、これ申し訳ない。ちょっと何回でも挑むけど。ありがとう、二人とも。おお、なんだその技。何？危ない。あー、やばい。
まったね。おお強い。あーマジくそいいところに届くね。スキルポイントがあれば大立ちスキルツリーに投資することができます。グラップルのダメージを、おお、グラップル、グラップルってあれかな。あ、ギギちゃんもありがとう。いやー、ちょっとやられちまったね。いやー、申し訳ない。あ、間違えた。わーお、これはまずい。あー、ダクソと一緒で意外と前に突っ込んだ方がいいのかな、あの居合のやつは。彼はそれをキャストしてる。お、特殊なスキルを。おー、シープありがとう。いやー、どうすっかな。グラップル的にスタミナがない。あ、なるほどなるほど、シープありがとう。それの攻撃力が上がると。だね、結構前に進んだ方が危ないけど。これの威力が上がると、あお、また間違えた。何？
どうする、やばいね、あーくそくっそー、悔しいな、爪が甘い。オーリちゃんこんばんは、遅くにこんばんは、ありがとう、妙をプレイしておりますよ。あ、たけちゃんありがとう、いや皆さんのご助言のおかげ、ちょっとボス戦なのでよかったら見守ってください、下手くそプレイだけど。あー、いかん、調子に乗ってはいけない、あー、これは4回なんで、倒すまで寝れまてん、よければお付き合いください。あみっちゃんもありがとう、あーまたもったいないことを、あー危ねえ、あ危ない、攻めればよかったか今の、もったいない、これが何なんだろうな、かん、おお、焦らず、お、セラフさんもありがとうございます、危ねえ、痛い、満身注意だ、回復しとこ、危ねえ、マジか、あーくそマジか、やられた、改めてりっちゃんこんばんは、このボスに多分30分以上戦ってるかもしれない、いや申し訳ない、うん、あ、みっちゃんもありがとう、ごめんね、いつもありがとう、あぶねえ、どんまい、ありがとう、チーズも、
ね、ブラボのルドウィーク14時間に比べれば累計でスタミナをちょっと増やす、まあ、このタイミングで充電切れたっていうね申し訳ない、充電が切れたっていう。このボス気力管理ができていません。こちらがトムファーは気力、うん、確かに。ありがとうタケちゃん、さっき充電してくださいねって出てたの忘れてたぐらい集中してしまった。あ、ギギちゃんありがとう。でもタバコ吸ったらね、あーどうしようかな、でも口がカッパカパになってきた。防御できる、あ、ありがとう。あー早い、見切っておる。見切ってなかった。あ柱があるっていう安心感。ノーノーノーじゃねえし。いやーでもちょっと何かを掴んでるのでこのまんま行きますね。ごめんなさい。ギギちゃんありがとう、お気遣い。いやー申し訳ない、くー。いやでも楽しいね。いて、もう少し。ありがとうございます。ジフラシさんもだね、やっぱ前に進む勇気だね。あーばっかー、ごめんなさい。くそいやー申し訳ない、絶対グリッチャー、もうね負けず嫌いゾーンにね入ったからね。うんうん、ちょっと待って。ああ、タイミングだ。危ない。
あーマジか。そっか、あれになったらちょっと攻撃がド派手的な感じになってさらに威力も上がると。 OK。 いやー申し訳ないね。なんかさくらちゃん、こんばんは、お久しぶり。ようやってますぜ。ちょっとボス戦だから返せないかもしれないけど、よかったらゆっくりしていってね。ああ、ほんとゴリ押しでいこうと思う俺。あ、少しやってるの、さくらちゃん。あ、挨拶ありがとう。申し訳ない。すこぶる麦茶を飲むんで、少々お待ちを。性能が良すぎるのか、ゴキュって音が聞こえたでしょ。トンファーで頑張ってる。刀などいらない。難しいね、さくらちゃんね。りっちゃんもありがとう。ギギちゃんも、テラフさんもありがとうございます。皆様挨拶。あー間違えた。まだまだ序盤ですけど、いや確かにね難しいけど、ボスがめっちゃ、ってか最初思ったのが本当ボスがめっちゃ硬いと思った。お前これ一面だよねって言いたくなるような。あ、そうなんだね、たけちゃん。いやー、このドキドキ感というか、この決して無理ではないんだけど、ちょっとというか結構難しいみたいな。あー、やっぱダメだ。あー、やばいよ。間違えた。危ない。これ意外と使えるね。違える。どうくる。OK。 居合かな。
お、にゃんこ先生、真夜中にこんばんは。あ、大丈夫です。多分ネタバレになるから見ないと思います。ネタバレのやつは違うやつだったら分かんないけど。あ、にゃんこ先生もこんばんは。ボス戦でございます。どう来る？居合ではない。あ、さくらちゃんも、皆さん、りっちゃんもありがとう。あーあー、ばっかー。これほんとスタミナ切れた時の、まあ、リアルなんだろうね。弱点だらけみたいになるのかな。さくらちゃんさっきね、すんげえゴリ押し、なんか召喚獣みたいなの使ってゴリ押しできたんだけど、でもやっぱこっちの方が面白いね。あ、挨拶ありがとうございます。あー、危ない。なはん、切り捨てごめん。くそー、申し訳ない。忍者ガイデン懐かしいな確かに、ね、でも作ってるの確かチーム忍者だね。だよね。忍者ガイデンも意外と難しいっていうね。結構舐めてアクションゲームでしょみたいな感じでやったら意外と難しいんだよね。ね、同じ。見ればさほど。あ、挨拶ありがとうございます。スタミナを削りたい、どうにか。マジか、あぶねえ。どうくる。起きてくれ。
て。乗るなぁ本当にいやーどうするべきか迷ってしまった。申し訳ない。あーだね本当に。ありっちゃんもにゃんこ先生もありがとうくっそー。内臓抜かれた。いやでも面白い。あーだよね今のは。危ない。あーマジか。くそー手数でちょっとなんか調子乗ってしまうんだよね。すぐスタミナを。ごめんなさい。いややばいね、ちょっと3時間半になってしまうね。ただ諦めが悪い。やばいな、ちょっと使いすぎだね。いかんいかん。あーいかんやばい、ちょっと雑になってきてるな。申し訳ない申し訳ないっつって麦茶を飲むけどね。よし。いやもうここまで来たら絶対倒したい。うん悔しい、本当に悔しいけど休憩しましょう。あ、麦茶ありがとう。そうね、次負けたら休憩しますので、まあ、時間も遅いので眠たい方は。絶対に倒してやる。さくらちゃんもありがとう。
神経がすり減る。ブラボーもダクソもそうだもんね。でもやっぱ人型面白いね。やっててすこぶる楽しい。あ、マジか。それはまずい。あとちょい。間違えた。気をつけなければ。これはせらず。抜かれたね。いやごめん、もう一回だけ本当に申し訳ない。いや調子乗るんだよね。あれ来るって分かってたのに、なんかどうにかいけるんじゃないかと思って、ごめんなさい。あ、手ぶらしさんもありがとう。りっちゃんもさくらちゃんも。こっちまで緊張する。ありがとう、にゃんこ先生も。ありがとうございます。触れるのに加えて防御すること。あ、ありがとう。ああ、おお、よかったよかった。
人が来る。来い、あれ撃ってこい。焦らず、ここからだ。終わりだ。あぶねえ。あー、テフロシさんありがとうございます。よかった。りっちゃん、さくらちゃんも、にゃんこ先生も、あー、たけちゃんもありがとう。え、終了します。気持ちよかった、本当によかった。あの守護霊、お主にとって大事なものらしいな。お、お主が使った方がこの雷霧も喜ぼう。雷霧、殿が異国に出兵した後、太后秀吉様がやってきました。太后様を拒み自害したとして、殿は、橘の民はどうなるのか。子を失いし我が身、この先長くはありますまい。ほう。しかし
殿と力を合わせ民を守る。今はそれだけで嬉しゅうございます。かわいいな。雷剣、さっきあいつが使ってたやつかな。強かった、本当に強かったというかね、俺のこの下手くそすぎてね多分上手い方すすっていけるんだろうけど、カワユスだね。お、九州編、立花宗茂。お、武の道書伝。まあいろいろ解放されたんだね。お、次の場所に進むと。さあということで、すごく遅くなってしまいましたけれども、なんとか倒すことができました、今日はここまでにしたいと思います。あ、イブラちゃんもありがとう、ナイス。ティフラシさん、僕ニオーだけじゃなくていろんなゲームしてるので、まあ、またニオーの時でもいいですし、よかったら遊びに来てやってください。下手くそプレイですけど、いつも夜の10時からさせていただいてるので、よければお付き合いくださいということで、じゃあ終わりにしたいと思います。お、シープもありがとう。じゃあこれで終わりにします。お疲れ様でした。おやすみな、あー噛んだ、おやすみなさい。りっちゃんもにゃんこ先生もありがとうございました。仕事タイム、リブラちゃん頑張って、ハバナイスデイ。うん、デブラシさんありがとうございました。またよかったらお待ちしております。おやすみなさい。お疲れ様でした。さくらちゃんもありがとう。